岐阜の異端児、柿です。すごいな。あーまあまあまあ、入ってないんだったら最終日から行きたいよね、やっぱ。そう、え、まさかこれは、え、まさか行ける、おい。まあでも一応毎試合戦国1位だから開けれないんだけど、そうだね、開けれないね、確かに。まあそうだね、うん、ハートを切ります。なんかあれですよね、なんか弱くなったね、バスケット開けるほど追い詰められてる。てんのかも。まあそうだね。おお、フラッシュ、フラッシュ、フラッシュ、やば、うん、強っ。シーシーシー、本当はロイヤル出たかったんだけど、よし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 、ストレート気をつけます。ストレートか、ストレート勝ちだ。さあ、よろぴょーん、おいおー、やらしい、チャッス、はい、じゃーっす、よっしゃ、はーい、入れてください、トク入れまーす、入れまーす、入れました、はい、ベガス入れる、ルート入れました、はい、カンク入れたよー、はい、入れます、こっち入れよー、カンク入れてる、はい、カキ上から入れまーす、入れました、今入れました、今入れました、はい、了解、いいよ、はい、7個、7個で進めます、お願いします、おい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 、してきたんすよ、おい、してきた、いやマジでさっきの試合ちょっとやむわ、いや、これも入れたら1個誰か入れたら、むずいよね、あれね、マジでね、むずいんだけど、ほらー、テイヤース、寒い寒い、やったよ、チーだ、まだ進む？そうだね。あ、もう進まない。あ、もう進まない。オッケーオッケーオッケー。マッチエリアになったから。はーい。入れるんだったら入れよう。オッケー。あー、間に合わねえ。あー、あー、オッケー。ギリギリ、ギリギリギリ。ギリギリ助かった。あー、危ねえ。本当に危なかった。おー、ちょっと待ってほしい。エレイさん、料理よりも先に石バックを優先した理由は何ですか？石バックは1個も当たっていません。当たっていない。え、じゃあ火薬ですか？あ、じゃあ船長室に火つけますよ。船長室に火つけます。はい、スクラップを持ってきました、私は。あ、なるほど、はいはいはい、ありがたい、はい、作れるよ、船長室あったかいですよ、はい、うわぁ、さすが警戒しますね、後ろそりゃそうですよ、そりゃそうですよ、あー、すげぇ、マウスの DPI 2万だすげぇ回速度やばすぎやな。バグじゃん。コマじゃね。そう、振り向き、振り向き 0.1。ここに全員のいや。確かに。もう暖かいからいい。別に俺寒くも電子だなんなら。ホワイトアウト開けたんで石炭入れるね。はい。誰いない？あ、レンさんいないかも。運転しまーす。レンさんね、レンさんね。あら。あ、パンク。さんいないね。パンク頑張れ。いるよ。いるよ。たくさんいる、たくさんいる。いるよ、いるよ。レンさん助けて、レンさん助けて。え、なんでなんで。あ、幽霊歩き出てったの？幽霊歩き出てる。あ、オッケーオッケー、ナイス。じゃあ、お肉ないから、あれ人肉でいいから集めよう。そうですね、はい。はーい。オッケーオッケー。あれ？ま、あ、そうだ。石炭じゃないの？おー、石炭ここマジ？ゴールするじゃん。ゴールするじゃん、じゃあ。レレさん確定ね。はーい、料理人です、料理人のレレさん確定。じゃあ俺が代わりに料理集めないといけない。よく気づいた。すごい。えらい。俺えらい。白い。俺は白いよー。待って、どこかわかんない。まっすぐじゃない。まっすぐで、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ大丈夫、まっすぐ大丈夫。これね、右斜めで。ちょうどいい。ちょうどいい。
もうちょい右かな、もうちょい右、もうちょい右、もうちょい右、あ、軽軽軽軽、はい、パカルパング、はい、どうぞ、いいよいいよ、はい、いいよいいよ、オッケーオッケー、あ、止まる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 、オッケー、入れていいよ、石炭、石炭、石炭入れていいっすよ、あ、俺全然大丈夫、あ、まあいいや、かあったまっとこ、この中白い人いる、石炭ダルあげるよ、石炭俺5個持って帰ってきたよ、石炭ダルもういらないから燃やしていいっすよ、あれもう入れちゃってもいいかも、うん、あー、まあ、食べることでもいいかも、じゃあ入れちゃうね、滝運転します、運転します、入れた、タル、はーい、行きまーす、ナイス、すごいな、これマジでみんなみんなさ効率良すぎない動きこんな進むんだあんまり経験ないと思えんな、クソうまいな、みんな誰も離脱しない、ルーティーじゃない、相手機械に動きますね、あ、ルートさんいない、ルーティーいない、あ、いるいる、あ、いる、じゃあまあとりあえずレレーさんだけやな、とりあえずレレーさんだけ、で、人力レディーの俺は集めよう、そう、食料今一番いらない、マジオッケー、お茶こうだったら進みすぎ、マジですごいな、僕が指揮してるからこうなる、なるほど、そうです、僕が育て方ですよその結果僕はパン君ではないね、何もしなくなってしまう他のところへ行った時には僕はもう暴走してなるほどな、あ、この船やとちょっと真面目にやらんといかんから他の船では暴走するよな暴走機関車になってしまうわけですよいやでも全然最初らへんよりはもうどん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 みんな、もしかしたらこの船がかい、ドレハン界隈トップかもしれんなガチ船に変わる気がする頑張ってもらわないといいな、あ、パン君骨と肉持ってく、俺落とすわ、じゃあここ落とすよ、はい、足元落としたね、火薬はいらんな、あー、もうちなみに僕全然みんなの当たろうと思ってませんでした、あらジンニクでも遊び取った方がいいとよね、あ、もちろんもちろん、オッケー、あー、鍵出た、鍵出たなら可愛いな、あー、誰か死んだ、誰か死んだ、俺帰って見てくるわ、帰って見てくる、いや、ありだと思う、死んだの誰、誰ですか死んだの、あ、ルートです、ルートです、はいはいはい、なんで死んだんすか、泳いで寒さで死にました、あー、ならお越しいいかな、ところにあると思う、これはい、ちょっと待ってね、いや、マジで悲しいんだけど、これロックちょっと肉食べてから落としまーす、もう、最悪だよ、骨って何に使えるの、弓矢ぐらい、骨はシチューにできます、シチューにできます、後半は普通にいります、骨も、はい、誰が死んだんすか、起こします、ルートさん起こします、ルーティーが死んだ、はい、死んだー、寒さ、寒さで死んじゃったー、オッケーオッケー、お、コシカさんもう樽いらないんで樽も燃やしちゃいますよ、もらいまします、誰、肉誰に集めたらいいの、ヒーロッチが集めてもらう、これ石炭足ります、石炭は今、はい、3個分かな、あー、3個ならいけるかな、あ、無理か、手前ぐらい、そうですね、俺もう一個入れますわ、じゃあ、はい、じゃあ食料だけやな、あとは釘作っとくね、はい、ザラシいるかな、石炭なくなります、あ、はい、じゃあもうじゃあゴール前まで行きますね、もうちょっとあるんで、あ、木の板結構あるやん、じゃあ運転しよう、はい、じゃあ前見るよ、はい、あ、もう分かるよ場所、大丈夫よ、あー、
こと。もうちょっといるか。ヒロシに肉集めたらいいの？いや、俺もう肉普通の料理にしちゃったわ。普通の肉。だから各自自分で作ってくれる。はい、これで多分ゴール前までいけると思うけど。これ運転してるからね。てる。はい。いけるかな。木の板1枚も。筆の中に。待って、ここの人たち全員白だよね、これで。そうね。ここにいる。うん、ここは多分全部大丈夫だ。船止まってほしいだって。船止まってだって。あ、オッケーオッケーオッケー。待って、もうだいぶ。大丈夫、パン君。どういうの？死ぬ？死ぬ？ちょっと浅いに行こうか。誰？パン君が死にそう。その後ろのやつやってよ、大丈夫。パン君どこ？いや、助かった？オッケー、倒しに行くわ。あ、オッケーオッケー。俺パン君助けるね、じゃあ。パン君助ける。オッケー。で、生きてるご飯食べましょう、そう言ったら。オッケー、大丈夫、大丈夫。オッケー、俺、じゃあ、倒すわ。オッケー、お願いします。オッケー、よし。全員一番ね。オッケー。これさ、はい。誰か行くニトロ。いや、まだいいんじゃない。次の日でいいと思う。これ、ここにいないの誰、逆に。いないよ。ベガスか。ベガスさん。あと、ルートか。ベガス、ルート、レレイだから、オッケー。で、レレイ三角形ね。オッケー。レレイ三角形だ、ベガスルートのどっちか。肉足元に死いなかったってこと？ここは全然いない。了解。肉は、あとはどこだ？こっちか。それ船の位置えぐいな。もうちょっと床に落ちてる木を拾って進めましょう。俺回転されたよ今。誰ですか？俺ベガス。ベガスさん、じゃあそれが本当ならルートレレーが2ローかな。どうやって行くの？あ、こっち側か。こっち側っす。え？今ね、買いご飯あります。ちょっとスクラップもらって。ご飯各自で調達ですか？今ゾンビを漁ったの誰？ゾンビここら辺にいたやつ誰が漁ったんですか？あと腰掛け忘れました。あ、シチューにしましょうじゃあ。あ、もう食っちゃった。え？なるほど。1個だけならあるよ。1個、ああ、じゃあ大丈夫です。じゃあ各自で。俺、いや、拡散、俺ね、3、4、5、6、7個。うわ、俺2個ある。2個あるからね。1個ある。1個ある。あ、じゃあ作れる。よし、じゃあみんなで、はい、パンクこれ、はい、置いとくよ。あ、アザラシ持ってく、アザラシ持ってく。あ、注射器あるよ。いやでも、あと1個、1個足りない。よし、アザラシ持ってく。入れる、肉入れた。了解。オッケー、じゃあ作るわ。オッケー。パン君やばいな、注射器でもあるよ。じゃあさせてもらっていいですか。あ、パン君用に、はい、アザラシの肉1個取ってきたよ。あ、ありがとう。じゃあ1個肉焼いて。あ、やるよ。誰だ？マジか。これベガスさんが今やってないんだったらルートさんで確定だと思う。はーい。いない。あ、鍵閉まってるわ。まあルートレレーね、じゃあ。いない、ルートさんいない。料理人とボクシーね、じゃあ。なんか、あ、いるやん、これ、何これ。ゾンビや、よし、食べよう。やばい。よし、とりあえず食べとこう。シチューができるまでのつなぎじゃ。治った。左から足音。あ、俺、鍵です。一回開けまーす。よし、あとはシチューができれば。うん。鍵この牢屋の中に入れとくね。あ、二郎確定したから武器庫を見ましょう、みんな、武器庫。あ、マスケット見よう、どうぞ。オッケー。左から2番目なら。それだけしか持ってないです。牧師と料理人でいいね、二郎。牧師と料理人。何作ってますね、ガッサン。あ、解毒。一応ね、一個作って。あれも解毒一応持ってるよ。大丈夫かな、他。分かれてる。あ、でもルートさんの声聞こえなかったからいいよね。ね、一番右がね、3。うん。オッケー。これもしかしたら全部毒になってるかもしれないから、俺が毒見せるまで食わないで。開いた。開いた？マジ？解毒2個あるし、プラスで2個作れるよ。はーい。マスケット開けよ。
パン君と落としたらいいね。さあ余ってたら、余ってたらもらいます。余ってないかな、一番右余ってるかも。ああ、オッケー。ああ、ないないない、全部取った。あ、ないか。オッケー。え、誰が持った、マスケット。ちっちゃい、ちっちゃいピストルあるよ。コシカ、ヒーロー持った。コシカ、ヒーロー、コシカ、ヒーロー。ちっちゃいピストル、はい、ちっちゃいピストルあげるよ、誰か。ああ、じゃあ俺もらいます、鍵もらいます。どこ行けばいいですか。あとね、真ん中のね、このクローゼット。はーい、もらいます。弾、弾ある。弾ないっす、一発ちょっと。毒ってないから、シチュー大丈夫だよ、シチュー大丈夫。キッチン入ってる。はい、食べます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 。キッチンの中にある、コーンの中にある。早くね。2個欲しい。なん、なんの判断。あれ、毒がなかったって早くない判断。いや、もう多分そのまま30秒経ってるかな。あ、そうか。いや、メガスさんのその解毒作ったタイミングからだよ、俺が食ったんだ。ああ、じゃあ大丈夫だね。あと1個入ってる。うん、あと弾ある人います。弾2発ぐらいついてる。1個の中に入ってるから あ, あげるよ、関係。オッケー、もらう。あ、ありがとう。どこ、どこいます、ベガスさん。後ろ。みんな、あの、右側に罠仕掛けとくからね。右側に罠仕掛けとく。はい。マスト上登ります。はい。はーい。あ、俺もやってみたい、それ。あ、ごめん、そこ。びっくりした。これさ、誰かスクラップ持ってない？スクラップね、横に置いちゃったな。あー、ちょっと欲しい、ちょっと注射器作ってんだよね。アヘチン3本余ってるから。こちら辺が、多分こちら辺に、東大に。どこだろう、スクラップ。大体相手がいるから。なるほど。打ったらもう勝ち。めっちゃ見えるよ、これ。あ、ほら、あ、いるいる、2人いる。東大？東大？これじゃあ下から来までいいかな。え、だ、結局これ70ダメージだから。おー、すごい、当てたん。スクラップ東大よ。あ、使うのから下から行っちゃいません？そう、あの、マスケットがもう一人ぐらいいれば全然倒せる、全然倒せる。東大にニトロ、ニトロ今刺されてる、3個くらい刺されてる。あ、オッケー。ニトロ誘爆させていいよ、ニトロ誘爆させていいよ、もっと行ってきそうだったら。よーし。ルートさんが、マスケット当ててるから行こう。はいよー。ヒーローちょっと俺とクマやろうぜ。あ、オッケー、いいよ。俺も行くよ。行こう。クマやります。はい、さあ来い。もっと待ってもいいかもね。どうだろう、ホワイトアウト。ホワイトアウト開けてからの方がいいですね。待とう待とう、うん、で多分クマやってる間に上からニトロ落としてくるんで、運んでる、運んでる、落とせるかな。運んでる。え、あ、オッケー、上から来るよ多分。うん、あ、来た。あ、来る、逃げる、逃げる、落とされて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 る。え、誰も食らってない。オッケーオッケーオッケー。もう一個ね、もう一個来てるよ。もう俺離れてる、大丈夫。俺まで、俺も買ってない、俺も買ってない。注射誰か持ってないですか。あるよ。注射刺してほしいです、かけに。お願いします、はい、ありがとうございます。銃はどっち上？下、下。これ開けたら、上から、上からだと。長いね。長いっすね。なかなか開けないの。いやー、レベル3じゃない、めっちゃ長いもん。うん、ね、長いね。開けたね。開けた、オッケー。じゃあ倒しましょう。一歩一歩。もう一回ニトロの可能性あるね。まあまあまあ、うん、あ、クマいますね。撃ちますよ。あ、うわ、いやでも撃っていいな、これは。まあ、もう撃っていく、うん、見える。お、来た来た、クマどう。オッケー、俺のとこ、俺のとこ。あ、ニトロ来た、ニトロ来た、ニトロ来てる、ニトロ来てる、ニトロ来てる。やばい、死ぬ。オッケーオッケーオッケー。俺は助かった。ごめん、俺落下した、落下した。あー、オッケー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 。俺落下した、落下した、落下した。あ、まだまだだって。オッケー、あー、倒せない。まだ、まだか。よし、倒した、倒した、倒した、オッケー、オッケー。倒した、倒した。俺は崖下にいる。はいはいはい、助けます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 。もう一回来るかも。はい。じゃあ俺、あー、オッケー。持ってきます、持ってきます。コシカさん持って帰ります。カキはコシカさん持って帰ります。ハイライトかな。おー、くるくる。一回船帰るね。うん。これ来てもレベル1だから。船どっちだこれ。全然見えない。右じゃない、右じゃない。右っすか。船どこ？左斜めだな。あ、右だな、右右。これどこ今？え？氷山に来てる。氷山に来てる。あ、やばい、来ちゃったゾンビ。あー、やばい。ちょっとごめんなさい、無理ですこれ。はい、よしよしよし。ダメだ。クマ死んでる、クマ死んでる、クマ死んでる。まあこれはもう死んでる。クマ死んでるけど、ちょっと僕ら死にます。僕ら死にます。僕ら死にます。こっち助けてほしい。氷山の3人死んでる。氷山の前でもう3人死んでます。3人死にました。
見ました。俺体力ミニだから誰か行ける。あ、これ惜しい。無理無理無理。パンク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 。あれ誰？無理無理。パンクパンクだ。パンクあそこ東海市のキャビネットの中に鍵ある。ゴリタのベガスさんか。うまっ。やばいな。先に鍵で開けるか。パンクえ、これどういう状況今？ニコロ。ルートさんダウンした。ああ、でも多分。先生、起きてるね、もう。おときちゃん、おときちゃん、おときちゃん、おときちゃん。あそこ、あトランプ、ベア、トランプ、ベア、この、あそこに鍵がある。あ、ナイス。牢屋の前に鍵があるんじゃないかな。牢屋の中かな。一個だけ、一個だけ持ってる。俺、じゃあ、操縦の後ろにあると思う、あれが。鍵が。今、担いで、今、担いでる。今、担いでる。あそこにない鍵、ああ、ありますか。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一個さ、持ってくれよ。なんか、操縦席の後ろに向こうって。なんだ？いや、音割れしてる。こっち声が音割れしてる。あ、どっちか。怖かった。今、ダウンしてる、今。オッケー。じゃあ、オッケー。下やさりに行きます、鍵。下やさりに行きます。俺、今行くの、きつくね？いや、でも今、ダウンしてる間に行くべき。アイテムは取りに行くべき。多分、寒さ大丈夫？クマはやってるんだよね、もう。クマやってる、クマやってる。え、マスク取られてもさっき。違う、ここのアイテムはあさる。そう、ここのアイテムはあさる。体力がえげつないんだ。マスケット取られたくないから。どれだ。柿はドイツだ。ここにいるよ、ここにいる。柿さん、ここにマスケットだ。俺も起きたよ、俺も起きたよ。もらいます。ヒルチ来て、もう。あがりに行こうよ。よし。オッケー。オッケー、じゃあ、食料班任せたよ。あ、これもうマスケットとか取った？取りました。じゃあ、何人かで、もうマスケット持ってる人何人かで行こう。もう、その方がいいと思う。弾、弾ないっす、俺は。弾、一発しかない。一発しか出ない。あれ人狼にマスケット取られてるかもしれん。はい。ベガさん、ベガさん、二人とも上にいるから。ああ、オッケー。持った人誰か教えてほしい。多分カキがマスケット持ってます。俺も持ってる。あ、じゃあ。俺も持ってるマスケット。オッケー、じゃあ三人で行く？三人で行くか。船残る人、船残る人誰ですか？俺体力ミニだから船残る。あ、オッケーです。はい。じゃあ鍵渡してきます。鍵渡してきます。寒さやばい。あ、てかこれ寒さやばいから戻った方がいいかもしれない。ごめん。あ、ごめん。次の日にしましょう。ちょっと食料が欲しいな。あそこの死体。じゃあさ、ちょっと、ダウンさせて。石炭にかかるよ。いや、石炭よりも、食料がいるんで、ゾンビを刺されたらいいんだけど、無理かな。誰か俺ダウンさせて寝かせてくんない？あ、了解。どこ？まずはそうやって体力回復するのを寝たら回復しますよ。あ、待って、弓は俺持ってるけど弓はいる人いないですか。あ、じゃあもらっとこうかな。多分僕、そうね、パンク手持ちなんもないや。オッケー、空っぽで、今、パンク、キッチンの前に弓は置いとくから拾っといて。で、キッチンに肉あるよ。はい、じゃあ俺、肉漁ってくるわ、今のうちに。はい。あ、プラスも多分一人やってるわ、多分。一人で。おお、マジで。じゃあ、俺らも行った方がいいか。行くわ、行ってくる。行こう。今から俺水っぽいよ。あ、じゃあ戻るか。あ、待てよ。あ、ベガさん、なんつった？海外撃たれてる、今。あ、オッケー、行くわ。多分それ、ベガさんに撃たれてるから。うん。そう、俺。そうね。今、幽霊歩きないから詰めよう、これ。詰めよう、オッケー。見たら、注意。あ、来た。右に取れて、おいおいおい。はい、オッケー。あ、来た、来た。右前行こう。右前。うわー、ダウンしちゃった。最悪だ。ごめん。よし、話しな。まあ、パークとチッチか。オッケー、待って。一回置くから戦おう。とりあえず戦って。うん。マスケット入れる。いや、ベガスさんに行ってるから攻撃しなければベガスの方行く。だから、うわ、来た。うまいなぁ。うまいなぁ、あの二人。このまま走るわ。はい。オッケー、あった。うわ、うまっ！なんだこれ。ダウン取ってんだったらもうそのまま行こう。すごいなぁ。ダウン取られてない、俺。ダウン取られてないよ。ダウン取られてない。ルーツさんいる、ルーツさん。で、一人、レレイさんが戻った。たくさん取り返した。まだ半分近くある。ルーツさん、詰めるわ。詰めよう。
いやーやられたごめん。すごいな。大大豪勢上手いやろ。やばいやばいもう。大豪勢クソうまいわマジで。ナイスナイス。ナイス。やべマジあと。ああ。ペアトラルは。オッケー警戒しよう。ごめん。ここに銃一個に。うますぎマジ。多分弾がない弾がない。もしかしてこれ俺も弾がない。まあいいわ。しゃあなししゃあなし。船が今から爆発させられるから。そうね。占領されると思うよ。これ最終日だからもう持ってかないですか。持ってこう。そうだね。持ってこう。うん、持ってった方がいい。じゃあ持ってく。でもヒーローチいるからどうだろう。いけるんじゃないかな。うん。俺めちゃくちゃやろう。あと4分の1しかないです。じゃあとりあえず持つよ。オッケー。ちょっとマスケット捨てるわ。いや捨てなくて捨てなくて。あダメだ。たまねえわこの日の話。たまないと。うん。あパン君解毒薬が1個あるわ。あ了解、うん。もらいます。オッケー。じゃあパン君の足元にはい。はい。で俺あのね食料があれば欲しいけど。食料1個だけあるよ。1個だけある。ちょっと食べさせてください。あさりながら下降りで。あさりながら下降りで。俺やる。お願いします。僕ゼロなんで今1個だけ食いたいです。1個だけ生でも何でもいいんで。いいっすか。はい、ちょうだい。ありがとう、ありがとう。誰か死んだ、誰か死んだ。どっちが負けたかどうか。これルーツさんって勝つ？勝だと思う。勝。お、勝てるじゃん。じゃあ勝てる。じゃあ一人なんで頑張りましょう。ちょっとはい、なんかいろいろ漁りながら行きます。漁りながら行きます。どうぞ。ホワイトジノ。はいよ。自爆直後の可能性考えて鍵はどうする？あ、俺鍵行こう。おなるやカキさんの。あはい、持ってっ待って船どうなってる？オッケー。まあ、なんか一人占領してるかもしれない。オッケー。オッケー。レレンさん死んでる。レレンさん死んでる。ルートさんオッケー。あじゃあ勝てる。オッケー。勝てる。じゃあゆっくり。オッケー。じゃあ一応なんだ燃料ある燃料。そうだね。そう。俺石炭取ってくるわじゃあ。危なかった。レレンさんがなんか。ない。まあでも足りるよね、さすがに。さすがに足りると思うから、そんなに焦る必要はないと思うけど。まあ一応ここら辺のを取って。まあまあ、こんだけあればいいっすよ。ああ、大丈夫やな。ガチでみんなうますぎ。オッケー。あー燃料いっぱいあるよ、燃料いっぱいある。運転目が3名。じゃあ、準備だよ。OK。運転交代にしたいから、寒い。あれ、外に出てないでほしいかも。じゃあ、船長室温めとくね。違う、寒くて。そう。はい、船長室温めたよ。まあ、俺も寒さ系つけるから大丈夫だ。運転する人以外は。おい、足りる？とりあえず、レレンさんの人は教えてほしいから。これ、レレンさんの死体か。そう、レレンさん今、どうやったか。まあ、ロアヤなんか、ほら行ってもらう。あ、出た。はーい、間違えた。出たよ。じゃあ、全部。もうあと妨害しかできないから、その直接攻撃しか。うん、もうパンチしかない。ここ守れば。あ、ナイス。ナイス、すげー。イェーイ。ナイスすぎる。イェーイ。トライ。危なかったな。すげえ。いいですね。落ちた。マジですごいよみんな。うますぎ。おっしゃマジで。やばい。ルートさんやれたのでかかったな。いやーそこでユイアルキーもう使えたんだね。デリタンが使ってるってことは。いやーごめん。いや爆弾。外から投げれるのでよかったな船に。6番内でいや一番いやよかった。まあでも傀儡召喚打ってくれたのは結構でかかった。でもいやでかい。うめえ。危なかった。でかマスケットがうまかったなっすね。確かにな。マスケット開けて。マスケットじゃない。なんでっけあれ。あのニトロ落としがめちゃくちゃうまかった。ああそう。全部とか2キロだったもんね。レレイさん S いる。やばかったよ。レレイさんさ何でだよ。あーそう、体力めっちゃなくて右から登って罠で死んだんだよな。あーそうそうそう。注射もなかったよな。だったね。素晴らしい。すごい。もう割と初期で離脱したもんね。ね。いやーナイスナイス。レベルさんが石炭にこれだけ残してたから多分レベルさんだよな。
けっすよ、面白いやん。うわ、セキサンダルぶつけれたらな、今のマジあったな。うねぇ。いやー、ナイスね。ビビビ回帰だ。あ、GG だね。すげぇ。めちゃくちゃ最高で分からんかったもん。おぉ。すごい、S3 人おる。レレイさんがもう、ハイライも S でクルーも S なのね。ね、すごいね、今の。